はトラックストレートパンツということで、これたまたまにしたらできしすぎてないって思ったりするんですけど、僕個人的にねこれちょっとあのコンビニ行く用に買おうかなと思うぐらい。はい、本日はですねこちら最強のコスパの秋のパンツをご紹介していきたいなと思います。その名もですねこちらズドン、ワークマンのベロアトラックストレートパンツということで、以前ねこうワークマンの新作の展示会行かせてもらった時にこのパンツあったんですよ。でこれもうまさにここにはありますけども、それニードルズじゃないですかなんていう話しながら、いやでもそういう印象は受けてないですと。もう僕らが完全に思いついたのがたまたま確かに言われたら似てますよねっていうお話をされてはったんですね。ほんまなんかどうかわからへんけども、一回ちょっとそれ履いてみたいなと思いますので履いてみましょう。はい、ということでいかがでしょうか。今回ですねサイズは L サイズで着用しております。ちょっと丈が短いような気はせんでもない、もう少しこうたあのなんていうのクッションがあってもよかったかもしれないんで、僕やったら XL でもいけるかなと思います。まあウエストは全然余裕あるんですけど、ウエストやったら M かなと思うんですけど、丈で言うと XL でも全然問題ないかなとは思います。でこれがねワークマンのねベロアパンツじゃないですか。見てもらって、こんな感じなんか、なるほどなるほどと思っていただけると思うんですけど、で横にラインが入っててみたいなイメージなんで、まあ、本当にね楽な感じで、なんとこれがですね1900円で売ってるんですよ。はい、1900円かって思うじゃないですか。次履くニードルズ見てくださいね。ニードルズに履き替えます。はい、次はね、ニードルズ履いてました。こちらも同じく L サイズで履いてますが、まあ、シルエットはあんま変わらへんけど、やっぱ丈がちょっと長いですね。こうクッションがちょうどできるような感じになってるので、まあ理想は多分これぐらいかなと思うので、ちょっとワークマンのは短めな感じですが、これなんと値段がですね、まあ、2万3100円ということで、だいたい10倍ぐらいの差あるんですよ。で10倍も差あるってなったりしたら、まあだいぶ違うんかなと思ってね、いろいろ見ていきたいなと思います。まずね生地見ていきましょう。生地は違います。やっぱりワークマンの方はねこのベロワって言ってるんで、この起毛感がねありますよね。なんでちょっと違うなって感じです。こっちのニードルズの方はほんまにジャージのやつなんで、ニードルズのやつもベロワのタイプはあるんですけど、僕持ってるやつがちょっとベロワのやつなかったんで、まあ、その辺はちょっと違うかなと思います。そしてポケットにファスナーが使われてるとかっていう細かい原価のところの話はあるんですけど、まあ、これも言うたって、まあ、数百円、そして後ろポケットに数百円なんで、全部合わせても1000円ぐらいかなと思います。まあ、これ今回のワークマンの方にはファスナーはないんですけど、これがファスナーないのええこともあるんですよ。それはまあちょっと後で喋るとして、違いを見ていきたいと思います。今回ねワークマンの方のこのパンツはですね、ナロー型っていうのとワイド型っていうこの2種類あるんですよ。ちょっと太めな感じのとシュッとしてるのがあるんで、それニードルズやないか。完全ニードルズも同じ仕様でワイドとナローあるやんって。今履いたの僕ナローですけども、こっちワークマンの方もナローで、ニードルズの方もナロー。これたまたまにしたらできしすぎてないって思ったりするんですけど、まあ、まずそこでしょ。で次にこのサイドのテープですよね。ワークマンらしいポイントというかね、この普通にベロは単体やったらちょっと面白くないけど、ここに線を入れることによってアディダスの3本線とはちょっと違うんだと、こういうテープ線を入れることが今風なんだっていうことをファーストインプレッションを受けたっていうことやったんですけど、ちょっとよく見ましょう。これニードルズも一緒やないかいと、これ完全ニードルズも全く同じやないかいと思うんですけど、ニードルズも同じくテープがこれ貼ってあるわけなんですね。まあ、若干デザインは違うとしてもテープを貼るという発想まで似てるっていう、まあ不思議なもんですよね。なんでか知らんけどここまで似てきたっていうところは、まあ、誰のせいでもないとは思うんですけど、なんてかしら似ちゃったんですよね。でもやっぱベロワやから、あの取り扱いちょっと難しいんちゃうかなってなったりするじゃないですか。これベロワめちゃくちゃ取り扱いしやすいです。まあ一応ね推奨はネットに入れて洗濯してくださいって書いてますけども、素材考えてもらったらこれコットンなんですよ。コットンとあとポリエステルなんで、もう全然普通に洗濯できます。だから取り扱いも楽やし、デザインもあの某ニードルズに似てるしね。おいおいこれ1900円、めっちゃええやんけってなると思うんですけど、ただデメリットがあります。ちょっと一回履いてみたら分かると思うんですけど、何なんかと申しますとですね、はい、まず一つ目の欠点、二つあるんですけど、僕思う二つっていうのが何か、ちょっと一つ目は何かっていうね、これね、そのさっき言ったみたいにコットンを使ってるっていうところが 75% あるので、どうしても洗濯すると色が薄くなるんですよ。でベロアの場合色が薄くなってくると顕著にそれが目立つんですよね。だからそれがちょっとどうなんかなって、普通こういうカットソーとかでも、まあ、ちょっと色薄くなってきたかなみたいな、ロンティーとかでも色薄くなってきたかなって若干わかるけど、それよりもより分かりやすいっていうのがこのベロアのこの起毛してる素材なんですよ。だからその色抜けっていうか色の変化っていうところが、まあ、どうしてもこう長く履いていくようなものじゃないかもしれないというところで、その辺 の洗濯についてもし色あせが怖いっていう方は裏返してネットに入れて洗濯するだけで全然色落ち違うんで、まあ、そこはちょっと気をつけていただけたらなと思います。そして2つ目の気になるところっていうのがこの、映像を今見ていただいて、下の映像あるじゃないですか、これだけ見てください。いいじゃないですか。いけてるやん、結構ええやんって思うでしょ。これ顔合わせていくとね、やっぱおじさんとこういうなんていうの楽なパンツっていうトラックパンツっていうのかな、こういうのがねやっぱ相性悪いんですよね。なんでかっていうと、この
顔のおじさんが履くと寝巻きに見えてくるんですよ。なので30超えてくるとこれ多分人選ぶやろうなと思うので、20代とかやったらもう全然これ履いて普通にこういうロンティーとかあとシャツとかでも全然いけると思うんですけども、おじさんがこれを履き出すとね、おい寝巻きで外出るぞ、あいつバチンコの帰りかって言われたり、お前は最近北斗スマスロー出てるけどもそれ売ってきたんかって言われたりする可能性がありますので、ちょっとおじさん臭くなりちゃうかなっていうところをちょっと危惧しております。ただおすすめとしてはね、何がいいかというと、やっぱり取り扱いがしやすいっていうところもそうなんだけど、履いててめっちゃ楽、ウエストとかもやっぱゴムやし、でもその生地も伸びるし突っかかってくる感じ全くないから、僕個人的にねこれちょっとコンビニ行く用に買おうかなと思うぐらい、あと部屋の寝巻き用にしようかなって思うぐらい履き心地いいんですよ。だから本来ワークマンさんはそういう風思いでは作ってないかもしれんけども、僕やったらこれ寝巻きで使うのめっちゃいいんじゃないかなみたいな。でしかもちょっとこうコンビニ行ってこいなガーンってなったりしたら、もうこのまま帽子パッてかぶってパッて行くだけでいいから、それはそれでねかっこいいんちゃうかなと思ったりしてるんですけども、ただ1900円でこれ出てるってことはかなりコスパいいじゃないですか。なので去年から出てるみたいなんですけど、僕は知らんかったんでね、あこんなん出てんねやと思ったんで、ちょっとニードルズの23,000円かけて寝巻きなんのまだ嫌やなと、もうわし30超えてるんやと、35を超えてもうおじさんになっていたと。でニードルズ23,100円払って、おじさん、寝巻き北斗の剣、ラオウ無双転送入れれんかった、そんなことになったりしたら困るじゃないですかって考えた時に、23,100円までは出されんけど1900円になったら別におじさんって言われたって、それ寝巻きにすりゃいいやっていう開き直りのね、開き直りジャージっていうところかなと僕は思ってますので、そういう方が、いいんじゃないかなと思います。とにかく楽は楽、やっぱりめっちゃ楽なんで、で僕ら世代はやっぱベロアってね馴染みあるんですよ。学生時代の時とかってなんかベロアとか着てたから馴染みあるなとかって思ったりするんで、このナロータイプでも相当楽やから、ワイドとか行ったらもう履いてないって思うぐらい楽なんちゃいます。なので、そういう感じで見ていただければいいかなと思います。僕もね家の近くっていうのが一番近くにある洋服屋さんっていうのがワークマンなんですよ。もう洋服屋さん、ワークマンって洋服屋さんだから分からんねんけども、一応家の近くほんま歩いて 500m もないぐらいであるので、そこにちょっと行ってみようかなと思ってるんですけど、これ誰なんやねんって感じですけど、これスタッフのやつなんですよ。スタッフの人がこれ履いてレビューしてみたらって言ってくれたんでレビューしたんですけども、ということでおすすめの人としてはやっぱ若い人か、もしくはこうちょっと楽に履きたい時がある人とかなんかはねいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、さすがにね女性とのデートとかはね履いていかへんとは思いますけどね、そんなことはしないと思うんですけども、さすがにそれやめた方がいいと思うけども、男同士で飲みに行くとかちょっとコンビニ行く程度やったらいいんちゃうかなと思うんですけどもね、そのことで終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ワークマンの、ベロパンツを紹介してみたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。